ギュンター・ブローベルはアメリカ合衆国の生物学者。ナチスドイツ領、シュレージエンのバルタースドルフに生まれる。1960年にチュービンゲン大学を卒業。1967年にウィスコンシン大学から PHD を受け、翌年からはニューヨークのロックフェラー大学で研究を進めた。また、1986年にはハワード・ヒューズ医学研究所から、 研究資金を得ている。1987年にはアメリカの市民権を獲得した。彼はタンパク質が細胞内での輸送と極細化を支配する信号を内在していることの発見により、1999年にノーベル生理学・医学賞を受賞した。また、1994年にドイツのドレスデン聖母協会の再建のため、非営利のフレンズ・オブ・ドレスデン、 インクの創設社権社長となり、ノーベル賞賞金の大半を寄付したことでも知られる。さらに、エルベ川の景観保全と、聖母教会周辺のノイマルクと再建にも努めた。イコモスに対する彼の働きかけが契機となって、ユネスコ世界遺産委員会が、新橋建設による景観悪化を問題とするようになり、最終的には、ドレスデンエルベ渓谷が、 世界遺産のタイトルを失うことへと通じた。妻及び3頭のイギリスのセッターと共に、マンハッタンのアッパーイーストサイドに住んでいた。2018年2月18日、ガンのため死去。81歳没。ありがとうございます。